ロシア軍のの輸送機が墜墜落、ウクライイナ捕虜65人含む全員死亡、ミサイルで撃墜の見方も。ロシア国防省は、軍の輸送機がウクライナのミサイルで撃墜され、乗っていたウクライナの捕虜を含む全員が死亡したと発表しました。ロシア国防省は24日、ウクライナ国境に近い西部ベルゴロド州で、軍の輸送機がウクライナから発射されたミサイルで撃墜されたと発表しました。 輸送機にはウクライナ兵の捕虜65人を含む74人が登場捕虜交換のためベルゴロド州に向かっていて全員死亡したとしていますラブロフ外相はウクライナのテロ攻撃だと非難国連安保理の緊急会合の開催を要請しました一方ウクライナ側は墜落に関与したかどうか明言していませんがウクライナ国防省は声明で捕虜交換が予定されていたことを認めつつ 移送方法などは知らされていなかったと主張。周辺空域の安全確保は求められていなかったとしています。トランプ大復活で習近平が風前の灯火、中国で相次ぐ EV 墓場と、人、物、金が動かない中国経済、ヤバすぎる現況。中国で EV 墓場が相次ぐわけ、中国の李強首相は1月16日、 世界経済フォーラムの年次総会、ダボス会議で講演し、中国経済はビジネスに開かれていると述べ、中国市場への投資を選択することはリスクではなく、チャンスであると強調した。中国経済はビジネスに開かれていると述べ、中国市場への投資を選択することはリスクではなく、チャンスであると強調した。李氏は、大規模な景気刺激策を頼らずに政府の成長目標、 5%前後が達成できたと胸を張ったが海外で広がる中国経済に対する悲観的な見方が払拭できたとは思えない何より心配なのは中国経済のデフレ化だ前編トランプ大復活で中国包囲網強化へアメリカの保護主義政策が追い詰める中国 EV 悲惨な状況で紹介した通り中国製電気自動車 EV へのアメリカの警戒感が高まり大統領選に向けて 中国への経済制裁の議論が再燃しかねない状態だ振り返れば中国を敵視して25%もの関税を課したのはトランプ前政権だったまたもやアメリカで中国製品に対する包囲網が強化されようとしている再び EV 墓場が至る所に出現しかねず低迷する中国経済をますます苦しめることになりかねない世界経済のお荷物中国経済の状態は内需不足だ 昨年12月の消費者物価指数、CPI は前年に比べて0.3%下落し、3ヶ月連続のマイナスとなったが、低体温化といわれる経済実態が鮮明になっている形だ。その現況が、中国経済の3割を占めるという不動産関連産業の低迷であることは言うまでもない。中国のシャドーバンキング、影の銀行、大手の中小企業集団が5日に破産申請を行った。負債総額は億ドル。 ことも頭が痛い問題だ昼食の再建者の大半が金融機関ではなく浮遊資産家であるため金融システムを揺るがす事態には発展しないとされているが約3兆ドル規模のシャドーバンキングの混乱は不動産市場への資金の流れを一段と細らせることになるだろう中国人民銀行はデフレ素子に躍起になっているが金が製造業に流れ肝心の消費に向かわないため 供給過剰をかえって助長させるというジレンマに陥っている要衝アウディユカでロシア軍が突破口掘り崩し戦術で市内へ進攻クリミア併合の時から攻め続けながら長く膠着状態にあったアウディユカの前線に動きがあったロシア軍はこの数ヶ月ウクライナ東部ドネツク州の要衝アウディユカに猛攻をかけてきたここを落とせば一気に戦局が有利になるからだが ウクライナ側の守りははく、前線は硬着状態にあった。だがここに来て、この都市の南側で大きな進展があったと、ロシアの軍事ブロガーが商法を伝えている。ロシア軍はアウディイユカ南部の住宅地を攻撃し、突破口を開いたと、リバルをはじめとする複数のロシアの軍事ブロガーがテレグラムのチャンネルで伝えた。本市の調査では、この情報を確認できず、現在、ロシア国防省にメールで問い合わせ中だ。 ここ数ヶ月、アウディユーカ北部では、ロシア軍とウクライナ軍が激しい攻防戦を展開してきた。北部にはヨーロッパ最大規模のコークス工場軍が並び、その掌握がロシアの狙いと見られていたが、南高不落の巨大な工場軍が立ちはだかる北部より、小さな家々が立ち並ぶ南部の方が攻略しやすいとみて、ロシアは一転、南部に兵力を集中、ウクライナの防衛線を突破したと、リバルは伝えている。 瓦礫の山を手に入れる。ロシア軍はすでにアウディーユカ市内に進み、ウクライナ軍と激しい市街戦を展開していると、テレグラムのもう一人の主要な軍事ブロガー、サーティンスは述べている。それによれば、ロシア軍が用いたのは文字通りの掘り崩し戦術で、市街からウクライナ軍の陣地の下までトンネルを掘り、中に爆発物を敷き詰めて遠隔操作で爆破したというのである。いずれのチャンネルも 両軍はアウディーカ南部のレクリエーションセンターサルスカヤゴホタ近くで激しい戦闘を行い我が軍はここを掌握した後、周辺地域に進撃を続けていると述べているウクライナ側の軍事ブロガーも同様の分析をしているアウディユカ北部は AKHZ コークス工場群で守られているが南部は平屋や2階建ての住宅が立ち並び砲撃に弱いと X 旧 Twitter のアカウント 遊泳はウクライナの国名コードの管理人は指摘したロシア軍はこの地域を奪えなければ砲撃で消し去り歩兵隊を送り込んで瓦礫の山を手に入れるだろうただウクライナ軍参謀本部はロシア軍の突入を認めていない1月23日にテレグラムに投稿した更新情報でもロシア軍は絶えずアウディユカ包囲を試みているが 我が軍は引き続き敵を抑え込んでいると述べている。我が軍の兵士たちは強固な防衛力で敵を撃退し、甚大な損失を与えている。過去24時間に防衛部隊はステポボイとアウディーユカ周辺で10回、さらに近くのペルボマイスキーとネベルスキーで7回、敵の攻撃を跳ね返した。米シンクタンク・戦争研究所 ISW は、アウディーユカ周辺の陣取り戦では、 ここ数日、ロシア軍の集中的な攻撃で、わずかな戦術的前進があったと分析している。1月23日に公開された位置情報を示す映像から、ロシア軍はアウディーユカ北西のステポベ西部に進んだとみられると、ISW は指摘した、2022年2月末に本格的なウクライナ侵攻を開始して以来、いや、クリミアを併合し、ウクライナ東部に侵攻した2014年以来、 ロシア軍は一貫してアウディーイカ陥落に執念を燃やしてきた。進ロ派の分離独立主義者が支配するドネツク市と隣接しているこの都市は、ウクライナにとっては死守すべき要衝、ロシアにとっては何としても奪取すべき拠点だからだ。バフムと陥落と同じやり方、ロシアにここを奪われれば、ウクライナは前線のロシア側に大きく食い込んだ突部を失うことになる。ロシア軍はそれを突破口に、約70キロ北の。 ウクライナ側が支配するドネツク地域の行政の中心地となっているクラマトルスクを目指すだろう。ウクライナ議会の外交委員長を務めるオレクサンドル・メレシコ議員は昨年10月、本紙に対し、ロシア軍が多大な人的損失もいとわず、最終的に陥落させたバフムトを引き合いに出し、アウディーイカでも、あれと同じことを繰り返すだろうと予告した。ロシアは、多くの人命が犠牲になることをいとわないと。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、 今年3月の大統領選を控え、前線での成功を何としても国民にアピールしたいと思っているとメレシコは語る、それが独裁者のやり方だ。